グディニアにおけるブルザブルザはポーランド海軍の駆逐艦。ポーランド語名ではブジャと呼ばれる。ブルザの艦名は暴風雨、雷雨、夕立といった意味。ブルザ級のネームシップであった。1926年4月2日、同警官ビヘルと共にフランスの造船所に発注された。1927年11月1日に寄港。 1929年4月16日に浸水し、1932年7月10日に収益した。1939年8月30日、ポーランドの駆逐艦、ブルザ、ブリスカビカ、クロムは北京作戦実行を命じられた。これらの駆逐艦はイギリスへ向かい、1939年9月1日にイギリス海軍駆逐艦ワンダラー、ウォレスと合流した。 イギリス駆逐艦は、ポーランドの駆逐艦をリースへ誘導し、夜に、ポーランド駆逐艦は、ロサイスに到着した。ブルザは1940年4月には、ノルウェー沖で、1940年5月には、イギリス海峡で、イギリス軍を支援した。ブルザは、HX217 船団、ONS167 船団、HX228 船団、SL147、 MKS38 戦団、SC145 戦団を護衛した。1943年10月、アゾレス諸島にイギリス軍航空基地を建設するための戦団を護衛。1944年、ブルザは練習艦となった。1945年、ポーランドの潜水艦用の潜水母艦となった。1946年にポーランド人の乗員は艦を離れ、 ブルザはイギリス海軍に移管された。1951年にポーランド海軍に戻り、7月にグディニアへ栄光された。オーバーホールの後、1955年に最終益した。1960年、ブルザは記念館となった。しかし、ブリスカビカが記念館となると、ブルザも1977年にスクラップされた。ありがとうございます。